さあさあ、帯広畜産行ってみたいと思います。本日の帳の全体像はこちら。皆さんご覧いただいてわかると思いますが、バラエティに富んでおります。設問数もちょっと多いんですね。ですから、これをちょっと全部やってるとですね、まあ視聴時間がやっぱり長くなってしまってですね、まあ皆さんご覧いただけないので。皆さん、問いの9番の内容1問題であれば、他の大学別対策講座、そちらでも扱っておりますので、この色のついた問題、帯広畜産ならではということでございますので、問いの9番以外を全ていきたいと思います。ということで、頑張りましょう。さあ皆さん、第1段落と第2段落でございます。まずは一読していただいた後、こちら問いの1番ですね。考えていただけるとよろしいかと思います。でもですね、これはどの選択肢を見ていただいても全部接続詞でございますね。ですから文法的に何か選択肢が削れるかというとちょっとそれでは難しそうなので、あとは意味内容上から判断ということでよろしいかと思います。で、皆さん空詞の左側見ていただけますと、これですよね。worst news ということですから、マイナスの価値観を持った表現ございますね。で、皆さん空詞の右側見ていただけますと、way to improve。改善ということですから、プラスの価値観を持つ表現ですね。ですから、肯定と否定、反対の関係ですね。で、皆さん、それをもたらす選択肢と言われたら、もちろん正解は、unless ですよね。ですから、もし世界が、世の中が改善する方法、それを見つけられなければ、次の10年でその10倍になってしまいますよと。つまり、マイナスの状況が悪化してしまうと。ですから、意味内容上、やはり unless でよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番をお願いします。皆さん、これは空詞の右側とセットで熟語でありますね。もちろん正解は for、 つまり for the first time、 初めてということで、これはもう熟語の問題ということでよろしいかと思います。さあ続いて第3段落と第4段落でございます。一読をしていただいた後、こちら問いの3番ですね。並べ替え問題でございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、解説はホワイトボードでしますね。さあ、じゃあ、並び替え問題行ってみたいと思います。皆さん、該当箇所を書き出しておりますからね。で、もちろん、この段落の手前の段落ですね。ちょっと前振りになるんじゃないかなというところを書き出してみました。ですから、読んでてわかるかと思いますが、大量のゴミが発生してるんですね。じゃあ、皆さん、それをどうしますかということですが、まず皆さん、先頭がはず。もちろん意味を考えると、持ってるよー。なーよー。ということですので、他動詞でよろしいかと思います。で、皆さん、他動詞の後ろは皆さん、あれですよね。目的語ですよね。つまり、品詞は名詞ということでよろしいかと思います。で、皆さん、選択肢の中で名詞はどれですかと言われたら、皆さん、いろいろあってちょっと困るかもしれませんが、先ほどもお伝えした通り、前振りが効いてきますよね。つまり、大量のゴミを生み出したら、そのゴミを集めるシステムが必要になってきますよね。ですから、こういう感じに並ぶかと思います。で、あとは残りの選択肢どうするかということですが、次のステップに行きますので、ちょっと色分けさせてくださいね。で、皆さん、残ってる選択肢の品詞をよくご覧になっていただきますと、まず瞬時に分かるのはこれですよね。はい。皆さん、後ろ ly で終わっておりますので、品詞は副詞ということでよろしいかと思います。で、皆さん、developed。皆さん、これ ed ついておりますので、過去分詞ですよね。じゃあ皆さん、過去分詞で品詞はどうでしたかと言われたら、形容詞ということでよろしかったかと思います。で、皆さん、こう来たらですね、こちらにも名詞があることですから、皆さん、形容詞は名詞にかかりましたね。そして、副詞は形容詞にかけることができましたね。ですから、こういう感じになりそうですね。であとは、最後は、あーが残っておりますので、当然、名詞の左側に、漢詞を置いていただけるとよろしいですね。ですから、皆さん、正解は、has a highly developed garbage collection system。これで、よろしいかと思います。さあ、皆さん、先ほどと同じ段落でございます。このタイミングで問いの8番解けますので考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、設問の指示を読んでいただけるとアジアの国々と書いております。で、もちろん本文読んでいただけるとこれですね、まあ、中国が1番だ。そして皆さん、次の文章を読んでいただけますもうこれで一発ですよね。ですから、中国と11カ国足していただけると12ですから、問いの8番の正解は12ということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちらとの4番考えていただけるとよろしいかと思います。まず一つ目の空所ですが、右側に8 million tons という数字が書いてますよね。ですから正解は figure、 数字ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、二つ目の空所でございます。これは食べ物を入れる袋5袋分という話が書いてますね。で、もちろんそういう袋に入れられるものと言われたら、ゴミを表す trash。こちらでよろしいかと思います。
さあ皆さん3つ目の空所でございます。これも左が every foot 足の話が書いてますね。ですから皆さんコースライン海岸線これを選んでいただきますと海岸線を歩く旅にということでよろしいかと思います。となってくると皆さん空所最後は globe around the globe、まあ、例えば around the world、まあ、世界中ということでよろしいかと思います。その皆さん world それをグローブで言い換えてるだけですからね。ですから空所4つはこんな感じでよろしいかと思います。さあ皆さん続いての段落でございます。こちら問いの5番お願いします。皆さんこれは熟語の知識でいけそうですね。もちろん in in addition to でうにゃうにゃに加えてですから熟語の知識でよろしいかと思います。さあ皆さん続いて問いの6番お願いします。皆さんこれ空所の左側に that という表現がございますので左側を皆さんご覧いただいたかと思います。でおそらく皆さんこの数字がなんか鍵を握ってますよね。そして皆さんさらに275皆さんこれで空所の左が2から5これにつながりますね。ですから2億7500万トンその中で480万トンそこから1270万トンですね。計算できましたね。もちろん正解は percent つまりこの数字のパーセンテージが 2% から 5% ですから正解は percent ということでよろしいかと思います。セブさん最終段落でございます。こちら問いの7番お願いします。そしてこれ河川部のところにザがついておりますので河川部の左側から探せそうですね。でもちろん material 単数形でございますのでですから単数で素材と言われたらこれですよね。プラスティックですから正解はプラスティックということでよろしいかと思います。さあ皆さん続いて問いの10番でございます。まずは A はどうでしょう。もちろん正解は3番パイオニア。続いて B はどうでしょう。もちろん正解は1番ジェネレート。で続いて C はどうでしょう。もちろん正解は3番コンプレヘンシブル。続いて皆さん D はどうでしょう。もちろん正解は1番ですね。コンセクエンス。これでバッチリです。さあ皆さんお疲れ様でございました。皆さん帯広畜産空小獣とか河川部説明問題多かったですね。皆さんこの対策を明日以降どうしますかということなんですが、そのヤダッチとスタディの再生リスト、その皆さん G マーチの動画ですね、まあ、つまり学習院とか明治とかそれの長文の動画をご覧いただけますと空小獣とか河川部説明多く扱っておりますので皆さん積極的に視聴していただけますと解き方などの練習ができるかと思います。そして皆さん過去には並び替え問題、これ皆さん再生リストの並び替え正序という対策動画がうまくいけるんじゃないかなという感じがいたします。そして皆さんセンター試験の並び替え問題ですね、これ皆さん再生リストにございますので皆さんご自身のレベルに合わせて活用していただけると嬉しいかと思います。ということで参考になさってください。